ようこそミノミュージックへ、どうもみのです。本日は超特大スペシャルゲスト、エマさんです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先日ね、イエローモンキーの皆さん、はい、まあ、3名ね、お越しいただいたんですけども、ちょっとご都合が合わなくて。そうなんですよね、はい、別日にまたお越しいただくというありがとうございます。これで4人来たってことですね。そうですね、揃ったということで大変嬉しいんですけども、うん、こう2人ともちょっとこうギターを弾くということで、うん、なんかそういう組み合わせで差しで話すことができるというのもなんか非常に嬉しいなという、はい、まあ、今目の前にちょっとこう小型のアンプを置きまして、まあ、ギターもある状態でギターをつま弾きながらいろいろ話していけたらなと思います。はい、はい。ご本人の前で弾くのって大丈夫なのかな。ダウンで弾いた。裏から入りますね。はい、ということで、すいません、僭越ながらご本人の前でね、新作からいろいろ弾くっていうのも非常に恐縮なんですけども。新作を弾いてくれるとかすごいね。はい、まあね、この間発表されましたも大変ね、好評のイエローモンキー10枚目のアルバム、ね、スパークル X、 こちら本当にね、まあギターキッズとしても、まあ、僕もキッズっていう年齢じゃないですけど、聴いてて楽しい瞬間がたくさんあるというかね、非常にギター名盤としても、ね、楽しめる内容なのかなと思うんですけども、まあせっかくなんでエマさんのギターのルーツみたいなところを、探りつつ、はい、なんか本日はそうですね、なんか話していけたらなと思うんですが、前回僕 の、 東京 FM のラジオにもちょっとご出演していただいた時にちらっとお話ししたんですけど、最初はアコギから入ってるってことですね。そう、自分がこうギタリストになりたいと思ったきっかけが、エアスミスのジョー・ペリーをテレビで見て、なるほど、めちゃくちゃかっこよくて、で自分にはそのロックミュージシャンというよりはアニメのキャラクターとかヒーローに見えた彼が。でもあの腕立ちになりたくてギター持ったまま、はい、でギターを弾きたいってなったんで、うん、彼はね、まあ、はい、バンドの中ではほとんどエレキギターで、ね、ライブでは弾いてるじゃないですか、うん、その姿を見たんでエレキギター弾きたかったんですけど、うん、まあ、時代性なのか、うん、うちの親が許してくれなくて最初まあアコースティックギターだったらいいよって言って、うんうん、誕生日に最初買ってもらったんだけど、はい、アコギで最初は練習してた。だいたいそれって何歳ぐらいの頃になりますか。13歳。これで僕も全く一緒です。僕も13歳の頃にギター始めたんですけど、うん、エレキは悪魔の楽器だぐらいのノリだったんですよ。そうそうそう、で、はい、僕の親はちょっとか硬かったんですよね。はい、歌詞レコードや歌詞 CD 屋とか行って、はい、ちょっと親がやっぱロックの世代なんで、なんかこれって名前聞いたことあるけどどうなのと聞くと、うん、いやそれはちょっと怖いこと歌ってるからやめなさいって内容ね。そう、内容で、内容、ね、デビッドボーイは高校に入ってからにしなさいみたいな。あ、そうなの。そういうノリだったんですよ。すごくその感覚わかります。何を許されてたの。なんか U2 は大丈夫でした、ね、ああ、えなんか分かんないですけどね。 U2 は結構、ね、リベラルっていうかあれなんでそういうトーンがありまして、いやもう本当に時代が時代だったんで、はい、多分エレキギターとバイクはもう不良のやつだっていう時代だったんですよ。ちょっと矢沢さん的な空気感がそのままあったんですかね。かもね、はい、リーゼントしてる人が、うん、日本では割と売れてるロックミュージシャン的なイメージがあったのか、うん、はい、やっぱ長髪でこう、まあ、それこそヒッピーじゃないけど、うん、ああいう人たちがやるのがエレキギターの、ね、はい、風潮があって、うん、帰ってくれなかった。でもエアロスミスがやっぱ一番国内でいうその三大ロックバンドみたいなあったじゃないですか。そう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 、エアロ、キス、クイーン、はい、そのあたりからこう、そう、もうちょっと前からキスのラジオとかで聞いてたんだけど、うん、はい、アイコンとしてロックミュージシャンに憧れたのがエアロスミス、うん、はい、ただ本当に曲は当時12歳とかの頃は何やってるのか全然わかんない、はい、うるせえなと思ってたんだけど、それ出で立ちとかそういうのも含めてっていう感じなんですかね、うん、ただそのクイーンは大好きです、うん、音楽的に、うんうん、クイーンはだからギターの最初の先生はもしかしたらブライアン・メイかな。あ、なるほど。で一番初めに買ったドーナツ版もクイーンの中古だったし、はい、うんうんうん、クイーンをよく聴いてたような気がする。インパクトがこうエアロから来て、うん、ミュージックの方はクイーン、クイーンからみたいな。ちょっといいですか。
聞こえない。僕ばっか弾くのめちゃくちゃやばいかもしれない。なんかクイーンだったら、だから最初ずっとかして、はい、あ、はい、ずっとコピーしてたりとか、いいですね、ギターやり始めた人間にとってはめちゃくちゃ難しくて、ボヘミアン・ラブソディのソロとかはもっと後になってからもね、コピーしたあれもだってペンタトニック以上のものが出てきますもんね。そうそうそう、ブライアン・メイのギターって。そう、しかもキーも全然わかんないようなキーです。ギタリストからしたら、はい、こういうストレートのね、タイガー・マザ・ダウンみたいなのとかはコピーしてたけど、はい、ちゃんとコピーはできなかった。あと、はい、クイーンをやるとしたら歌える人がいなかったバンドで難しいですもんね。難しいっつうか、あれを歌える人がいなくて、そんなこんなしてたら練習しなくなっちゃって、あ、ちょっと離れた時期があったんですか。そうそうそう、ギター触ってたんだけど、もう全然上達しなくて、はい、エレキは買ってもらったものの、その後、本当に鏡の前でこうジョー・ペリーの真似してるだけでポーズをそうそう、はい、とかやってるだけで上達しなかったんですよ。でもなんか楽しかったけど、でその後しばらくしてまたこう熱が入っていくという。で、まあ高校受験があったから受験して高校入って、なんかしばらくしてたらマイケル・シンカーって言ったんですよ。彼のタブ譜が雑誌に出てて、はい、タブ譜で弾いてみたんですよ。曲をまだ知らなくて、はい、そしたらなんか面白くて、ギターってこんなに面白いんだって。珍しいですね、でもタブ譜から面白ってなるってでもあの当時本当に自分から本当にいろんなとこに出向かないと音源って当たらないし、あと人から回ってきて、はい、テープがこう回ってきたりとか、レコードが回ってこないと、なかなか聞かなくて、はい、特にハードロックなんてラジオでそんなにたくさんかかる。そうですよね、ヒットチャートはかかるけど、はい、マイケル・シェンカーなんてヒットチャートに入ってくる楽曲なかったんで、難しいですよね、マイケル・シェンカーも。そうそう、めちゃくちゃ難しかった。 UFO の頃ですか、それ。いやいや、 MSG ちょうど MSG だから、そのイントゥザリーだとか、のファースト神が出た頃で、はい、確かにイントゥジアリーナか、このアーム&レディーどっちか、王のタブルが出て、はい、それを弾き始めたら楽しかった。そっからでも本当にギターを練習するようになって、そしたらなんか高校でもいろんな友達ができて、そっからちゃんとバンドをやるようになって、はい、っていう感じだったね。結構ハードな音楽が伊右衛門の皆さんってルーツにあるとか。あ、結構こうそのジャパメタっていう時代があって、はい、80年代、日本のこうライブハウスシーンでメタルが流行ってて、はい、メジャーでもね、ラウドネスが出たりとか、アースシェイカーさんが出たりとか、はい、浜田真理さんとか、はい、みんな結構メタルやってた。ギター弾くやつはメタルか、パンクか、はい、アコースティックか。日本でニューウェーブとかあんまりそんなになかったから、はい、自分は好きだったけど、そういう世界観。楽器奏者としては、でもこの真ん中がちょっと抜けてる感じありますよね。超テクニカルか、そうそうそう、超ローテク感みたいな。そうそうそう、ちょっと言葉あれかも、大雑把かもですけど。日本は特にそうです、ね、こうメタルとパンクとってなると、この真ん中ってどうなの。僕はでも、その時に、自分はそのマイケル・シェンカーとか、はい、ランディ・ローズとか、うん、あそこら辺のメタルはやっぱ通っては来てるんだけど、やっぱ元がそのクイーン。はい、アマゾン、アマゾンかもしれない。すごい申し訳ないタイミングです。すいません。大丈夫大丈夫。俺の面白いです。逆にカットしないで使うとか。カットしないで使ったら面白いね。何が届いたんだろうって、ね。なんでしょうね。逆にあれなの？ミノ君は。ジェフベックなの最初。僕はでも、なんか、オールド。ちゃんと色はあれなんだね。黒じゃないんだね。あ、そうなんですよ。よく、こう、光当たると、ね、淡い茶色というか、うん。サウンドハウスから来たのなんか。ちょっと開けてみます。開けてみますか。僕はでもギターは、ありがとうございます、本当にキース・リチャーズとかチャック・ベリーとか、音楽に入ったのビートルズなんですけど、そのままその周辺を聴くみたいな時期が結構ありまして。やっぱ親がそこら辺聴いてたの。親がそうですね、その辺大好きで、まあ、プレスリーの CD 家にあったりとか。でもうちもプレスリーだ。あ、本当ですか。おふくろがうーん、ハモンドとか、うーん、
だからカリフォルニアの青い空とかは子供の頃聞いてて、うん、ダニエル・ブーンって知ってる？いや、わかんないです。ビューティフル・サンデーの人、うんうん、あの人のアルバムがあって、はい、あれを車の中でずっと聴いてたの。それは本当小学校ぐらい、はい、ヒーロー的なのはでも僕クラプトンとかなんし、その年でそこ行くのがすごいよね。友達がクラプトンのコンピを貸してくれたんですよ。で当時マーティン・スコセッシ監督がなんかブルースのドキュメンタリーされてて、でそれのクラプトン編みたいなのでこのあのブルース・ブレイカーズのあれが入っててエレキのギターの音すごい好きだなみたいな、なんか音のかっこよさみたいなところから入ったんですよね。音がかっこいいのってクラプトンとか、うん、そうだねなんかこ う、ね、ジェフ・ベックとか、ジェフ・ベックとかはもう見てると自分ギターやめたくなる。うますぎうますぎますよねなんでこんなことできるんだろうって、やっぱもう前もその仲のいいギタリストと話してた時にジェフ・ベック見ない方がいいよねって言ってて、あの人が一番なんかギターを体の一部みたいな感じがありますよね。ギターを弾いてる感じじゃない。うん、俺はでも別世界だな。解析できないですよ ね、 そうだね。何をやってんのかよくわかんないというか、ね、この時代になって大体 の、 あのギターのコピーって YouTube とかに上がってるじゃないですか、はいはい、やっぱジェフ・ベックだけ芯食ってるのないんですよね。なんかコピーとか見ててもまんまそうだこれジェフ・ベックだねっていう、うん、弾き方をする人はあんまりいない。いないですよね。できてないのか。わかんない。部分的なフォロワーはジョーベリーとかもそうだと思うんですけど、ちょっとなんかそういうのやるじゃないですか。トリッキーな直系はいないなという。いないね。この間、そういえば僕、クレイジートレイン弾いたことなかったなとか思って。欲しいの？欲しいの。あんまりそのメタルギターみたいなの通ってないんで、なんかちょっとやろうとか思って、ランディ・ローズっていい、こんな風に弾いてんだみたいな。みたいな、なんかそういう発見とかを今更しつつ、で今のやっぱコピーの人ってすごくて、ギューン、ドゥ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 の、ギューン、フッっていうあの音あるじゃないですか。そこまでね。再現してるんですよ、今のそのコピーしてるあの一瞬のハウリの音。どうやって音作ってんだろうみたいな。そういう人がいる中で、やっぱジェフ・ベックは誰もコピーできてないんですよね。あのタッチはね、本人にしかできないタッチなの。そうですよね。溜め具合とかもね。不思議だよね。チャーさんと、なんかもうこんな感じでお話しした時も、ジェフ・ベック謎だよね、みたいな話になったんですよ。その時に出た話題で、例えば、こういうめちゃめちゃもう直球のフレーズ、こういうのとかよくあるフレーズがなんかジェフ・ベックだとこれが視点が違くてなんかこう始まる位置がなんかちょっとキモいとか、あそれは多分状況によってちょっと意識してる、してそうですよ ね、 ね途中からもう声もいらなくなっちゃってギターが主戦ね弾くようになりますもんね。で俺でも 生で見たことなくて、はい、それが悔やまれますね。一度だけあるんですけど、何が起きてんのかよく分からないですなんか音出てんな、音出てる、うん、3台ギタリストいるじゃないですか、はい、クラプトン、ベック、はい、ジミー・ペイジ、あそこをねリアルタイムで通ってないから、うん、ちょっと後なんだよね。そうですよね、うん、うちらがギターをこう熱中して、うん、よく練習してた時期ってその人たちが割とこう影になってたんですよ、はい、すごい後追い、うん、とかジミー・ペイジとかも後から、うん、あ、本当にそうですよね、人いるんだとか、バンヘイレンとかはどうでした？バンヘイレンはもうリアルタイムですよね。だけど俺には絶対無理だと思ったんで、その世代のギタリストの方ってやっぱこう2つに分かれるっていうか、こう追従していくパターンと、よく分かってんで、で俺高校の時にバンド組んでて、はい、もう一人のギターのやつが、うん、完璧にバンヘイレン、そいつもいたし、うん、俺は絶対バンヘイレンじゃない。ロックンロールに近いフレーズとか、はい、泣きのフレーズとか、そういう方に偏ってる。でも全くタッピングされないわけではないですよね。あ、そうだね。
この間のね、あのドームの公演でもあのギターソロのこう、あれやつとかね、ピック使うパターンでしたっけ。あれは指でされてました。とあと全部こっちのフリングオフとハマリングだけで音を出してて、はい、うん、まああれは曲中に指で弾くシーンがあって、はい、次の やる曲の、うん、それに関連付けてドッキングしないで弾くっていう、うんうんうん、ギターソロちょっとやりたかったので、はい、やってみたいし、うんうん、多分俺がそういうことやるのうちのファン見たことないんで、うんうんうん、タッピングとか、はい、たまにはいいかなやってみたりとか。あとまずなんか僕ばっかりが弾いてるとなんかこう視聴者の方にブチ切れられそうだけど、いやいやいや、あのビリー・ギボンズとか松本さんがやるこれありますよね。それはたまにやる一音だけやるやつ、はいはい、それはたまにやる、うん、あとブライアン・メイもたまにそれをやってる、一音だけで、うん、やりますね。確かに俺もなんかね、いろいろやってたな。なんか、なんだそれこそ昔やってたバンドとかだと普通のこれだと普通じゃん、なんかみんな、うん、これはやりたくなかったので、うんうんうん、なんか絶対変えるみたいな、うんうんうん、フレーズをよく考えたりとか、はい、イエローモンキー入る前にやって、うん、イエローモンキーが始まってからもうちょっとそっちは封印みたいな感じです。そうだね、それまでやってたバンドとか、うん、それまでやってた音楽性の中のある一部分が、うん、イエローモンキーのメンバーとの必要十分条件というか、はい、ここの部分はみんな重なってるようなところがあって、うん、そこに特化しようと思って、うん、ここは一応忘れようって自分は努力してたけど、うんうんうん、ベースのヒーセが、はい、今は浮いてていいんだけどなっていう昔言われて、うん、イエローモンキーに入った頃、はい、じゃあちょっとちょこちょこ小出しにしていこうと思って、うん、あの心のあれが取れてあのイエローモンキーにずっといるようになったんだよ、うん、一回俺辞めるって言ってたんで。あ、そうだったんですか。皆さんの重なってる音楽性にこうちょっとチューニングっていうか合わせに行くみたいなところで、うんうん、なんか改めて注目したギタリストとかって言ったりします。それミック・ロンソン。ああ、もちろんデビッド・ボーイ大好きで、はい、その前やってたバンドも結構グラムっぽかったんだけど、はい、そのバンドをプロデュースしてた人が、うん、オムジバステープを作ってくれて、はい、お前たちこれであのもうちょっとグラムロックとかそういう世界に勉強しろみたいな感じで渡してくれたテープがあったので、はい、ある一時期の、うん、デビッド・ボーイが入ってて、はい、そのデビッド・ボーイは大好きだった、うん、でその時まだミック・ロンソンあんまり知らなくて、はい、ああいうグラムロックなのにめちゃくちゃ存在感あるギタリストが、うん、このギタリストでずっと思ったんだけど、はい、それがミック・ロンソンだと分かったのがちょうどやっぱりユーロモンキーをやり始めた頃で、うん、ここは共通点だなと思って、はい、自分はやっぱクイーン好きだったし、うん、ミック・ロンソンのあの音楽性、まあ、音の構築の仕方とクイーンのやっぱああいうちょっとクラシカルそういうのもあってミック・ロンソンのギターはすごくそこで、うん、ミック・ロンソンのギターが魅力的な楽曲とかってどのあたりだったんですか。ムーンエッジ・デイドリームって曲、うん、あれのねライブ版、うん、フィードバックはさせるわ、うん、マーシャルなんだろうけど、うん、歪み具合も全然ねコンベンダーの書き方が違ったりとか、うん、もうライブ版を見た時にうん、これどんな音がしてんだろう、本当生音はってずっと思ってたよ、うんうんうん、ギターにボーイが噛みつきに行くようなあのパフォーマンスとか、あ、まあ、それちょいちょいオマージュされてますよね。最初は本当もっとシンプル、あんなぐらいシンプルだったんだけどね、うん、もういつの間にかなんか EG12 ぐらいな感じになってますよね。なってますけど、この間ドリームオンってどんなギターだっけと思ってイントロをコピーしてたんですよ。ジョーピリこれ本当に書いたのっていう、これ怪しくないですか、ちょっと失礼だけど。これね、でもスティーブンじゃないかな書いたの。ああ、鍵盤で書いて、そう、だからキーもいいじゃなくて、うん、確かにギタリストが嫌いなキーですよね。そう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 。で、それイントロを、うん、ブラッド・ビット・フォードが弾いてるからライブも、あー、じゃあジョーペリーではない。しかもね、俺もここでコピーしたんだけど、うん、ここら辺で弾いてるんだよね、うん、そうなんですか、あの生で見ると。あ、本当ですか。で、俺ここじゃ絶対弾けない、うん、なんか自然とこっち行っちゃいますよね。こっちの方が運指は楽だと。そうですよね。最初のオブリカなんかであるじゃないですか、はい、そんなボキャブラリージョーベリーあったっけみたいな、ここ行くみたいな。
すごい僕の中で不思議なんですよね。これファーストアルバムですよ。だってそんこれのレジンが多分スティーブン・タイラーだと思う。スティーブン・タイラー説。あの俺エアロスミス好きでそういう、うん、動画とか見てたりするんだけど、はい、結構作曲の時にスティーブンがすごい言ってる、うん、あーポール・マッカートニー的なそのお前あれ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 みたいなのがあったかもしれない、うんうんうん、ジョーが書いた曲とかは、うん、やっぱジョーが考えてるんだろうけど、うん、ドリームオンとか、うん、スティーブンが書く曲は、うん、スティーブンのピアノで結構考えてる。腑に落ちますね、でもね。でもなんか2枚目のアルバム、Get Your Wings とか、うん、スティーブ・ハンターでしたっけ、セッションミュージシャンが、あーそっか、トレイン・ケプタ・ローリンのソロとやたらうまいじゃないですか、ね。2枚目は、まあ、嫌いじゃないけど、まあ、いいアルバムですけどね。エアロスミスはエアロスミスでも、うん、ライブブートレックで入ったのね。一番初めにエアロスミスで手にした音源っていうのがライブブートレックで、うん、その後スタジオ版聞くと押せと全部なるし、なるほど、逆に物足りなくて、うん、スタジオ版が、ツツバーンツツバーン SOS ですね。そうそうそう、これとかもう全然ライブ版がかっこいいとかいつも思ってスタジオ版のあのエアロスミスをねしばらく受け付けてなかった。うん、でも大人になってから、はい、ソリッドでかっこいいなねあのファーストとセカンド、はい、トイディアピックからは結構音がリッチになってくるから、うん、よかったんだけどセカンドまではなんか本当に不思議な感じだった。うん、僕それ似たような感覚あるのキッスなんですよね。あー、アライブから入ってそうでしょ。で最初の3枚、うん、デストロイヤーは、まあ、あれは音いいっすけど最初の3枚ってなんか不思議なミックスじゃないですか、うん、なんかめちゃくちゃロックンロールだもんね。うん、不思議ですよね、うん、あんまり聞いたことない感じの。結構ライブ版好きですね。でもあのミック・ロンソンボーイもそうですし、そうライブ版よく昔よく聴いてました、うんうんうん、ピーター・フランプトンもそう。ああのいいですか、弾きたくてしょうがない。もう出しゃばりでしょ多分、あ、待って弾けるかな。こんなハモリ入りますね。そう、紫の言い訳ね。それは、いいですよね。よかったね。うん、でもそれはさすがに、俺は中学の時は難易度が高くて、うん、めちゃくちゃギターソロ長いですから、ね。長いし、しかもちょっとジャズ風の出てきますね。うん、最初はやっぱでも、ショーミザウェイだね。バラララランそう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 、ダダラランあれもライブ、やっぱ、ライブから入って、エアロのその中ジャケ、うん、中ジャケにライブの写真がたくさんあって、うん、はい、もうあれが教科書だった。開いてずっと見てた。ポージングとか、ポージングとかなんか持ってるギターとか、うん、PC リッチのビッチとかね、モ、うん、ッキンバードとか、ね、持ってたりとか、うん、まだ当時はそれほど貴重視されてなかったバーストのベース、うん、スタンダードとか、はい、ヨピリが持ってた。うんうんうん、わあかっこいいな。はい、ということで本日はですねスペシャルゲストイエローモンキーからエマさんお越しいただきました。ありがとうございます。すいません、僕の方がギターを弾いてしまうというね、あの肩透かしを食らわせてしまったかもしれない。いや、そうそうそう、でも俺がガシガシ弾いてもねいやいや、皆さん多分それを見たいと思います。ニューアルバムが出たばっかりですね、はい、お耳をそっちの方にまあ、あのニューアルバムを引っ提げたツアーがね、はい、あるということで、そちらの、情報なんですけども概要欄の方に、貼っ付けておきますので、ぜひチェックしてください。はい、そんな感じで本日ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ミノミュージックでした。それでは。